こんにちは、週刊北斗ニュースです。市が各世帯に配布した北斗市暮らし応援商品券のお知らせです。この商品券の使用期限は5月31日までです。市内の各種取扱店舗で使用できますので、お使い忘れのないようにお願いします。それでは今週の番組内容です。今週の出来事は保育園教育ファームの1項目です。特集では北斗市が制作したフレイル予防体操の動画を紹介します。北レポは先週に引き続き、新しく入庁した職員を紹介するフレッシュ職員です。では初めに、4月11日、緑保育園で園児たちが体験を通して農業について学ぶ催しが開かれました。北斗市では子どもたちに農業を身近に感じてもらうことで豊かな心を育んでもらおうと、市内の農家の協力を得ながら農業体験をする事業、教育ファームを年間を通して13の市立保育園で行っています。この日は緑保育園で行われ、年長の園児16人が参加し、講師として市内の有機農家の3人が招かれました。子どもたちは3人の指導のもと、まず園内にある畑に肥料をまき、その後グリーンリーフやサニーレタスなどの種や苗を植えました。作業では力を加減しながら土に穴を開けたり、小さな種をまいたりという繊細なものもありましたが、子どもたちは一生懸命に取り組んでいました。そして最後に立派に育つようにとおまじないをかけました。3、はい、もう種びっくりして起きたよ、きっと。今日はいろんな農業体験しましたけど、どうでしたか？楽しかった。どれが一番楽しかったですか？サニーキャベツ埋めたこと、うん、うまく埋められましたか？うん、うん、出来上がりどんな風になったら嬉しいですか？立派な野菜になったら。こうやってしっかりしゃがんでやってください。例えば自分とかだと田舎のおじいちゃんとかがやってて、あ、そういうのがあったなってなんとなく頭の中に残ってた上で、また畑に体験とかっていくと違うと思うんで、なんかどっか頭の片隅に原体験として残ってもらえればいいかなぐらいですかね、うん、これから園児たちは畑の草取りや水やりなどをして、収穫の時期を迎えたら園の給食で食べる予定だということです。さて、北斗市では北斗市フレイルサポーターの皆さんの協力でフレイル予防体操の動画を作成しました。フレイルとは病気ではないけれど、年齢とともに心身の活動が低下し、介護が必要になりやすい状態のことです。今回はいつまでも歩くための体操動画をご覧ください。一緒に体を動かしてフレイルを予防しましょう。いつまでも歩くための体操です。はじめにウォーミングアップから始めます。足を軽く叩いて筋肉をほぐしましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。次は膝を曲げて太もも上げの運動です。椅子に浅く腰掛けましょう。良い姿勢になって手を腰にします。膝を曲げたまま太ももを上げましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8。
1、2、3、4、5、6、7、8。次は足を閉じる運動です。足を開いたら手を腰にします。足の裏を床につけたまま足を閉じましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。次はつま先を上げる運動です。足を伸ばしたら少し膝を曲げます。つま先を自分の方に引っ張りましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。次はかかとを上げる運動です。膝を少し手前に引いて手を腰にします。かかとの上げ下げをしましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。次は内ももの内ももです。足を開きます。膝に手を置いて膝を開きながら体を倒しましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。次は腰から太ももの裏のストレッチです。足を肩ぐらいに開いてつま先を前に出しましょう。手を膝に置いたらつま先までゆっくりさすって戻ります。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。北斗市介護要望健康づくり応援サイト北斗元気100歳ネットでは、このほかにもさまざまな体操の動画を見ることができます。ぜひ健康づくりにお役立てください。続いては市役所からの情報をお伝えする北レポのコーナーです。今週も先週に引き続き、4月から市役所職員として新たなスタートを切ったフレッシュな職員を紹介します。こんにちは。介護支援課包括支援担当、通称地域包括支援センターに勤めてます社会福祉士の塚越亮太と申します。地域包括支援センターの業務は、市内にお住まいの65歳以上の方の困りごとの相談窓口になっています。ご本人やご家族の方で介護等困りごとがありましたら、ぜひともご相談していただけたらと思います。私は、自然や山を見るのが好きなので、これから、北斗市の山や自然を四季の移ろいを見ていくのが楽しみです。
これから地域のことをいろいろ学んで地域の皆様に還元できるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。介護支援課包括支援担当の樋口里奈です。ここでは北杜市にお住まいの高齢者の方やそのご家族の方の介護に関するさまざまな相談を受け付けています。好きなことは食べることとウィンタースポーツです。一日一日できることを増やして職場にも環境にも早く慣れていきたいと思っています。よろしくお願いします。ネーブラ推進課ネーブラ推進担当の平笠原です。主な仕事内容は赤ちゃん訪問に伺ったり妊産婦さんの相談を受けたりなど様々行っています。好きなことは旅行だったりとかが好きで家では最近編み物をやってます。これからなるべく早く一人前になれるように頑張ります。よろしくお願いします。泉保育園の北原由紀です。2歳児さんのクラスを担任しています。普段は子どもたちと一緒に絵本を読んだり外で遊んだりしています。休みの日は天気がいいと外に出かけています。最近ではお花見をしました。子どもたちに安心感を与えられるように日々頑張っていきたいと思います。小淵沢総合支所地域市民課市民担当山木匠と申します。私の担当は消防防災交通安全協会担当をしております。私の趣味はサウナ巡りです。週末は県内外問わずいろいろなところのサウナに行っています。約10年ぶりにここ北杜市に戻ってきて市民の皆様のために一生懸命働ける喜びをかみしめ頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。長坂総合支所地域市民課市民担当の中山ひなと申します。主な業務内容といたしましては窓口で戸籍を出すなどのさまざまな申請の手続きを行っています。趣味は音楽を聴くことです。正確に丁寧に仕事をし信頼される職員となれるよう頑張っていきたいと思います。北斗未来部政策推進課行政改革担当の小泉俊樹と申します。よろしくお願いします。現在の業務はですね、行政改革とあとは公共施設の最適配置について業務を行っております。私の趣味なんですけれども小さい頃からドラムをたしなんでおりまして最近はできていないんですけれどもまたチャレンジしたいと思っております。またですね実はスープからラーメンを作ることが好きでございましてまた時間ができればですね鶏ガラや豚骨からラーメンを作りたいなと思っております。今後の抱負でございますけれども私自身社会人経験として採用されておりますがなかなか市役所の業務というものはまだ分かっておりません。ですので、これからもですね、初学者として業務に邁進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて次回は長沢鯉のぼり祭りやかけっこ教室などを放送する予定です。どうぞお楽しみに。週刊北斗ニュースをご覧いただきありがとうございました。それでは失礼します。